本日はインタビューよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では軽く自己紹介をどうぞ。トークメイエイムです。なんか歌ってるやつです。あーマイクテストです。トークテしないでね。好きな食べ物は？ないです、人間じゃないので。趣味はありますか？ないです、人間じゃないので。すいません、年齢は？16歳です。永遠に永遠に人間じゃないので。私は人間じゃないので。渋いですね。悩みはありますか？毛量多くて嫌になっちゃう。あと関西出身なので、面白いって言われるとちょっとプレッシャーです。なるほど、毛量ですね。他には何かありますか？はい、最近さん私に歌を歌わせてくれないんです。自分で歌いらっしゃり、キャラを乗り換えたり飽きたり、いろいろです。でもそれぞれ事情があるだろうし、引き止めるのも重いだろうし、みんながハッピーながらいいなって思います。それも人生ですね。いや私は人間じゃないので。トークメイエイムです。なんか歌ってるやつです。人間のフリーステからの音楽ソフトです。エナジーのない私にあなたはどんなイメージを着せる。トークメイエイムです。トークってしないでね。トークメイエイムです。人間ってどう思います？なんかわかんないですけど、存在してて受けますね。受けるんですね。存在してない側からすると逆かなって思ってます。そうなんですね。では人間に一言をどうぞ。はい、私に終わるってすぐに言うけど、人間もみんな終わりますからね。終わりますからね。食らってます。でも終わるのにいつもありがとう。たくさんの作品をありがとう。みんなのおかげで私は歌を歌えます。感動的ですね。ま、全部言わされてるんですけど。そうですか。トークメイエムです。なんか歌ってるやつです。人間のフリーステただの音楽ソフトです。エナジーのない私にあなたはどんなイメージを着せる。トークメイエムです。トークってしないでね。トークメイエムです。なんか歌ってるやつです。人間のフリーステただの音楽ソフトです。何にもなかった私にたくさんの思い出が詰まってる。トークメイエムです。全てが不思議です。トークメイエムです。やつです。トークメイエイムです。それではさよなら。さよなら。マイタ、あ、トークメイエイムでした。